こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いしま す。今日はこのスカーフを綺麗に見せる裏技をやってみたいと思います。はい、はい、スカーフを結んだ時にバランスがこう崩れちゃったりとか、あと動いてたりとかするとこうだんだん落ちてきて取れてしまったりする方も多いと思うので、今日はこの崩れない方法を今日はやっていきたいと思います。すごい簡単なのでぜひ参考にしてみてください。多分簡単だと思います。それでは動画スタート。スカーフを広げた状態から三角になるように折っていきます。次に三角形の一番上のところが真ん中に来るように折ります。そしてこれを縦に3等分になるように2回折って長細く形を整えていきます。長細く作ったものを真ん中あたりで折っていきます。そしてゴムの中に通していきます。真ん中に通しているので右利きの人は少し右にずらします。左利きの人は少しだけ左にずらしてください。ゴムの上でリボンを作っていきます。右手をまず輪っかにしていきます。そして左手を自分から見た時に上から交差させてリボンを作っていきます。この時に自分から見てリボンの裾の部分が下から出ていると綺麗な形になります。これを形を綺麗にしていきます。こうすると後ろにゴムが出てくる状態になっています。出てない人もいると思うので、出てない場合は引っ張ると出てきてくれるので出してください。リボンの下側からゴムに指を通していきます。これでゴムを通していきます。一度通してリボンを固定したらもう一度ゴムをきつく結んでいきます。これで少し形を整えたら完成です。はい、はい、こんな感じで出来上がりました。お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、ポイントは、自分から見た時に下にリボンの裾が来るように結ぶことでバランスがよく見えます。あとは右利きの人はちょっと右にずらして、左手の人は左利きの人は左にちょっとずらすとやりやすく、このリボンの裾の長さがちょうどよくなるのでぜひやってみてください。はい、はい、ポニーテールにもハーフアップにも使えるし、お子さんにも使える方法なのでぜひ参考にしてみてください。はい、スムーズに言えました。ありがとうございます。リボンちょっとちっちゃめ方がいいな、はい、あんまりでかくしすぎても形がちょっとなんか良くないから、お小さいお子さんやったらちょっと大きめのリボンにしてもいいかもしれないけど、ね、大きめとかこう輪っかとかをこうちっちゃい方がいいな、どっちかというとな、裾広がり、そう、裾広がりとかの方が大人っぽく見えるし、はい、リボンのその輪っかの部分を大きくしたらちょっと可愛らしく
お子さん向けになるかなと思いますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。やってみてね。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。